建物の漢字。跳ねます。家に帰る。家にはもう一つ読み方があります。家に帰る。家は建物の意味で使います。家は少し温かみのある言葉です。家の方が家よりも意味の範囲が広いです。例えば、家の猫といえば、家の中にいる猫という意味ですが、うちの猫というと、私の猫、可愛がっている猫という意味が含まれます。家賃。家族。何々家。この丸の部分には名字が入ります。1,2,3,4,5,6,7,8。中は上の書き順に似ています。お店。お店はとても広い意味で使われます。レストランもお店に含まれます。開店。お店が開くことです。閉店。お店が閉まることです。店員。お店で働いている人を店員と言います。少し丁寧に言いたいときは、店員さんとさんをつけます。売店。1、2、
三、四、五、六。一番長く書きます。跳ねます。お寺、何々寺、お寺の名前が音読みの場合は何々寺となります。お寺の名前が訓読みの場合は何々寺と訓読みをすることが多いです。1、2、3、4、5、6、7、8。跳ねます。肛門、正門、入門、1、2、3、4。払います。雨戸、網戸、戸締まり、戸締まりした、戸籍。習った漢字はどんどん使っていきましょう。家、店、寺、門、ここまでです。ありがとうございました。